はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。タカラの、自家搾りシリーズ、北海道産富良野メロン。富良野メロンですね。限定出荷。アルコール度数 4%、果汁が 1%。ストレートコンダク果汁使用。このね、まあ、いいや。日本各地の果実を厳選した自家搾り日本の農園からシリーズ、北海道産富良野メロンを丸ごと搾ったストレートコンダク果汁を使用。原材料がメロン果汁と焼酎と糖類と酸味料と香料とパプリカ色素。このね、自家搾りシリーズが俺、中杯の中でかなり好きなんですけど、かなり上位なんですけど、まあ、それの新しい味ということでね。美味しいよね、自家搾りシリーズ。多分俺だけだと思うね。このシリーズ好きなのね。てか、そもそもなかなか売ってないんだよ、自家搾りシリーズ。自家搾りと。で、乾杯。うわ、メロンだ。うわぁ、メロンなんだけど、これは。なんか、これは。これは。北海道富良野市で、収穫したメロン果汁を丸ごと搾り赤肉メロンならではの甘く濃厚な味わいに仕上げました。富良野メロンは澄んだ空気と、梅雨のない冷涼気候で育って、じっくり熟成させたメロンで、糖度が高くとろけるような甘さが特徴です。昼夜の、寒暖差により糖度が高くなると言われています。これはね、これはぶっちゃけて言うとあんまり美味しくない。なんかね、なんだろう。明らかに、だいたいさ、マスクメロン的なさ、メロンってさ、メロンのさ、クリームソーダ味とかさ、クリームソーダメロンとかそういうジュースがあるじゃないですか。あれに、なんか、そういうなんか独特の香料みたいなのがあるんだよね。なんかそれに非常に、なんか明らかにこの、確かにメロンの風味はあるんだけど、多分これ香料だと思うね。香料使いまくりングの使いまくりングだと思うんだよ、僕は。明らかにね、これね、なんか人工的なね、メロンのね、香りがする。多分これ、これね、北海道富良野メロンとかって書いてあるけど、ぶっちゃけどれでもいいわ。多分富良野メロンだって、これわかる人間多分いないから。普通にメロンの香料を、がすげえふんだんに使われてるような味するね。多分俺こういうこと言うばっかり言ってるから企業からあれが来ないんだろうな。オファーみたいなの来ないんだろうね。最近ですね、割と有名、まあ俺の
まあ、ニコニコ生放送やってる方で、有名、1ヶ月、なんか、その、ブログの、載せてて、で、1ヶ月1万円ぐらいをブログで稼いでる人がいるんです。いるんですよ。まあ、ちなみに俺、腰つべで稼いでる額が1ヶ月2000円なんですけど、ね、俺の5倍というね、非常にすごい人がいて、その人と最近、ニコニコの動画、ニコニコ生放送でちょっと、いろいろやりとりしたんですけど、その人が、ね、言うにはですね、そのブログにサントリーのチューハイを紹介して、で、そのサントリーの人からメールが来たらしいですね。あ、ボクチンは一切ありません。残念ながら。一度もね、サントリーやら、タカラやら、俺ちなみに一番ひいきにしてるのこれなんだけど、タカラ焼酎なんだけど、タカラなんだよ。タカラ酒造株式会社なんだけど、ただね、タカラ酒造株式会社をひいきしてる癖してね、普通にね、ずかずかとね、このタカラ酒造がね、出してる、中杯に対して文句を言うからね。こういうのがね、絶対ね、だからなんだよ。うん。ずけずけとね、気に入ってるね、酒造の癖して、会社の癖にね、ずけずけと文句を言うっていう、ね。だからね、オファー来ないんですよね。オファーっていうか、いわゆるその、金をもらって、宣伝しろ、みたいな、いう話。まあ、いわゆるアフィリエイターみたいな感じの、なんか、あるじゃないですか、そういうの。いわゆる広告的なやつとか、まあ、うまいみたいな、そういう、うまいって言いなさいみたいなことを、企業から言われて、それにホイホイ乗っかって、金もらって、うまいっていうやつ。が今んとこ誰も来ません。うん。っていうのも、俺は基本的にそんなうまいってまずいって、俺分かってる通りだから、好きな企業の商品に対しても、もう平気でまずいっていう人間なんで、ね、うん。これは大して美味しくないです。って言っちゃうんですよ。それはなぜかっていうと、だから、そういうことですよ。皆さん思ってる通りですね。クレームを入れる人間っていうのは、まあ、あながち全部が全部悪ではないっていうことですね。だから企業からすれば、クレームって結構重要で、当たり前なんですけど、まあ、企業からしたらやっぱりクレームっていうのはさ、貴重な意見なわけですよ。それをわざわざね、電話してね、行ってきてくれてるんで、むしろありがたいと思うべきなんですね。まあ、へんてこなクレーマー、まあ、ガチでやべえ。まあ、最近ありましたけど、コンビニのね、こんぐらいのさ、おにぎりあるじゃん。おにぎりに虫入ってたっつー、なんか、今日ありましたけど、今日のあれであったんだけど、ニュースであったんだけど、なんか明らかにね、コガネムシみたいなやつがね、こんぐらいのさ、コガネムシが入ってんだよ。でね、開封した、形跡があって、で、2チャンネルで叩かれて、みたいな。そういうのはクレーマーっていうよりも、もはや、違うんですよ。俺が言うクレームっていうのは、まあ、クレーマーではなく、普通にクレームを入れる人間。まあ、例えば、マクドナルドのハンバーガー買って、持ち帰って開けてみたら、なぜか肉が入ってなかったっていうね。パティが入ってなくて、俺一回それあったんですよ。
車で、買いに行って、さて、つって、家持ち帰ったら、肉が入ってないっていうね。はぁですよ。いや、本当に。これ冗談じゃないからね。うん。これ確か俺動画上げたか、上げなかったっけな。本当だからね。本当にハンバーガー買ったらさ、肉が入ってなくてさ、これガチだから。アムって、こう、普通にさ、普通に、ピヤーって開けて、パグって食うじゃん。あれ？ちょっと変な。あれ？あれ？これパン入ってねえ、パンしか食ってねえな、みたいな。で、こう見たら、ちょっと肉がこう寄ってさ、あれなのかなって、こう、かじりつけなかったのかなと思って、もう一口食ったんだよ。そして、やっぱりパンしか食ってないんですよ。あれ？と思って、パカって開いたら、ピクルスとソースしかついてなかったっていう。あれはある意味伝説ですね。本当にあった出来事ですね。で、それで早速クレーム入れたら、誠に申し訳ありませんって言われて、で、次に来た時に、無料券差し上げますので、みたいな感じで言われて、ああ、じゃあ仕方ねえか、と思って。ハンバーガー無料券1本もらって、まあ、もらってっていうか、もう即、そう言って使って、うん、やりましたけど。とかね。まあ、いわゆる本当に、ガチの場合。他にもあったんだよ。結構俺クレームあってさ。ケンタッキーのフライドチキンのさ、ケンタッキーの会社っていうかさ、あるじゃん。ビスケットってあるじゃん。ケンタッキーのビスケット。あれをね、買って持ち帰ったんですよ。そしたらなんとですね、ビスケットに本来ついてくるはずの、いわゆるメープルシロップ的なやつ、あれがついてなかったんですよ。ね。で、お前メープルシロップないでさ、お前あの輪っかのドーナツみたいなさ、何の味もついてないさ、あれなんだっけ、あれ食えてんかやって。無理だろって。何の味もついてないんだぜ、あれ。ぶっちゃけて言うと、ただの食パンのま、何もつけないで食えって言ってるようなもんだぞ。で、俺がブチ切れて電話して、持ってこいっつって。だってさ、結構、20分ぐらい、車で20分ぐらいの距離なんだよ。で、いや、持ってこいっつって。うん。それはお前らの責任だから持ってこいっつって、持ってこさせたことありましたね。一回。ぶち切れて。あれは仕方ない。フレーマーではない。事実。仕方ない。まあ、常識の範疇ですね。本当にさ、まあ、そういうレベルなんです。で、これに関して言うと、別にフラのメロンでも、じゃなくてもよくねって話。で、だから、フラのメロン使ってますって言われても、多分味で判断できる人間いないんですよ、フラのメロン。うん。で、実際にフラのメロンを使ってるかどうかも怪しい。うん。っていう話。で、ほとんど香料でカバーしてるから、別にフラノメロンでもない、なくても別にこれぐらいの味は出せるっていう話。うん、だから多分、何の問題もない。これは美味しくないわ。
美味しくないっていうか、いや、これはない。ないですね。これは、以前の、なんだっけ、みかん。なんちゃらみかん。温州みかんじゃない。なんとかみかん。三日日みかんか。のチューハイ。めちゃくちゃうまかったんだよ、あれ。のにね、これは明らかにね、香料を使いすぎてのかわかんないけど。まあ、でも、明らかに、いわゆる、ガブ飲みメロンソーダと大して変わんねっていう味ですね。ガブ飲みメロンソーダと大して変わんねえ、これ。ガブ飲みメロンソーダの、メロンソーダ、メロンソーダのクリームなしバージョンを作ったらこんな味になるっていうパターン。うん。なんも変わんないですね。ガブ飲みメロンソーダと多分クオリティはほぼ変わんないですね。で、事実多分、北海道富良野メロン使ってるんだろうけど、そんなんに、だって結局味わかんねえんだから、そんなのに、無駄に金使うなっつ話なんですよ。結局ね。結局、これ無駄に金を使うなっつ話よ。こんな、どうでもさ、別にただのクリームソーダもあり得る味なのに。3442です。ご視聴ありがとうございました。